チャンピオンになった途端にあの子はうちの友達よとか。アメリカ人はね、アメリカ人はボクサーのことすごい尊敬してますからね。聞いた瞬間もっと話持ってるでしょ。そんな話あるわけないじゃん。持ってない持ってない持ってない。なんで飲み行く、飲み行っていけないリゾートになるんですか。渡嘉敷カツオです。竹原慎二です。あ、竹山貴則です。おいおい、なんだよお前、一人で飲んでるのか。飲んじゃってますよ、飲んでるよ。だから名前はなんだよ。え、名前は高安です。高安です。ビール高安です。お前一人で酒飲みやがって。どうした。でも今回はね、世界チャンピオンに。いや、分かってるよ。あ、お前も飲んでるのかよ。隠れてね。おい、それはないだろう。俺も隠れて飲んでるよ。飲んでるんですか。いや、という意味で、まあ、今回は、まあ、あの、ね、の飲みトークもしながら、ね、はいはい、世界チャンピオンにやっぱりボクシングになってほしい人を増やしたいから、はい、世界チャンピオンになってどんな得をしたか、これをいいことね、いいことあったかってことですよね。と、うん、まあ、このチャンネルでも何回かね、私も言ってるんですけど、まあ、とにかく、うん、その世界チャンピオンっていうのはやっぱりこう、やっぱね、ステータスがあるじゃないですか。あるね。やっぱりどのね、いろんな、例えばプロ野球選手だったり芸能人だったりしても、世界チャンピオンっていうのはうわすごいと、うん、そうだね。僕は野球もやって、野球やってたんでね、僕プロ野球選手っていうのはすごい憧れがあるんだけども、プロ野球選手の人からも、その憧れてある、憧れの、私からしたら憧れの対象であるプロ野球選手からも、おチャンピオンチャンピオンって言われるわけですよね。芸能人も当然そうですし、やっぱりね、そういう憧れの人から言われるっていうのもそうだし、あとは一般人の人なんだね。まして、とにかくあのね、異性ね、私は男ですから、男だと女性の目線がね、やっぱ全然違うね。そう、とにかくこれ前、これも前も言ったんですけど、世界チャンピオンだと親戚も増えるし、うん、ね、もう会ったこともない人が親戚だとか言ってね、でもう秒速で振られた彼女にも昔付き合ってたよねって言われたりするんですよ。そういうこともあるわけですから、これが世界チャンピオンっていうのはそれだけすごいことなんですよね。そう、うん、はい、僕もやっぱりですね、ボクシングやり始めた頃は、うん、どっちかというと、あの、僕はあの迷惑ばかりかけてたんで、竹原君とは付き合いにさんなとか遊びにさんなって言われてたのに、チャンピオンになった途端にあの子はうちの友達よとか、やっぱそう変わりますよね。うん、それやっぱりね、あの、そういう功績を残すとやっぱり人の見方が変わるんだな。そうそう、あの、金じゃ買えないステータスですか。そうだよな。がありますね。名誉だから名誉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 。じゃあ、うん、名誉っていうことで乾杯しよう。じゃあ皆さんも乾杯。もう結構酔ってますね。え、もう結構酔ってますね。いや、そういう意味では世界チャンピオンってすごいよ。俺な、あの、まあ、芸能人もほら世界チャンピオンじゃないとなかなかなれないじゃん。はい。で、芸能人になった頃に、ナルホザーワールドかなんかで海外に行ったんだよ。だから、はい、その時、ナルホザーじゃない方が、なんか外国人の成功した人の特番で行ったんだよ。そしたら、あの、ビバリーヒルズに行ったんだよな。うん。で、そこにはすごいスターがいっぱい住んでるわけだよ。うん。それで、そこのディレクターが、あの、取材させてくれって言ったら、許可もらってない、許可証もらってないわけだよ、あの、ディレクターが。うん。そしたら、無理やり行って、話しますって言って、あの、今、日本、嘘ついてたよ、日本の大スターが来てますから、あの、ちょっと撮影させてください。日本の、そこの管理人さんが、日本の大スター、ふざけんな、ここは世界の大スターの住んでるところだぞって、帰れ帰れ、許可証もらってないんだったら、帰れ帰れって、返されてきたわけで。で、2人で降りてきたわけ。で、その15分ぐらい経ってきたから、おい、どうしたのって言ったら、OK もらったのって言ったら、ダメでした。日本のもうすごい大スター来てますからって言ったら、そこはお前世界の大スターだからダメだって言われて聞きたんですよ。あ、後ろの人誰って言った。一緒に管理人さんも降りてきたけど、おじさんが。で、私に、この人誰だって言われて、いや、さっき言った日本の、あの、大スターですよって言って言った。ああ、そっかそっかって。でも世界、ボクシングの世界チャンピオンなんですよって。え？言う？言う？ワールドチャンピオン？おー、オッケー入れって言って、もう一発だよ。ダメだって返されたのが、世界チャンピオンって言ったらすぐ入れてくれた。アメリカ人はね、アメリカ人はボクサーのことすごい尊敬してますからね。すごいな。あの、アメリカ人に、昔あのフィリピンとか韓国とかにキャンプ行って帰ってくる飛行機の中とかも、外人、あの、アメリカ人とかがいて、あの、
彼ボクサーだってこう、うちの先生と一緒に寄ってるじゃないですか。さ彼ボクサーの、もっとチャンピオンなんだと、ネクストチャンピオンだって言ったら、おお、何級だって聞いてくるんですよね。階級まで一応、ボクサーって聞くと、すごいんですよ、テンションが上がってね。で、高橋さんの今の話じゃないですけど、これ海外で世界チャンピオンっていうのがすごいっていう話は、ちょっと僕じゃないですけどね、これ。とある元チャンピオンがいて、あっち の, あの中南米の南米の方に行ったらしいんですよ。ベネズエラかね、だからその方に行った時に、あ、コロンビアだ、コロンビアですよ、コロンビア。コロンビア行った時に、その前、なんかそのボスみたいなのが来たみたいですよ。前ボクシング世界チャンピオン。それ自分の時か、自分の時。いや、僕は行ったことないんで、とあるチャンピオン、うん、他の、あの、とあるね、チャンピオンから聞いた話ですけど。俺に言ってたもん。俺も聞いた。ね、それで、ね、そのコロンビア行った時に、なんだ君は世界チャンピオンなのかと、ボスが来て、じゃあ元チャンピオンかと、すごいなと、ね、私はここのチャンピオンだみたいな話になって、じゃあ君をね、私の力でもう一回チャンピオンさせてあげようって、どさっと持ってきたらしいんですよ。そうそうそう。でもさすがにね、持って帰ったらまずいんで。そうだよ。まあ金に換算したら50億ぐらいって言って、で言ったんだよ。50億ぐらいって言うから、もったいない、何でも持ってこなかったら勘弁してください、それは持ってきませんよって言ってたよ。どうも、他になんかタケちゃんない、いい話。いい話ないですけど、得した話、世界チャンピオンで。僕あのベトナムとかよく行くんですけど、まあ、たまに外国とか行けないですか、で、飲み行ったりするじゃないですか、その時に女の子とか いてもはーみたいな感じなんですけど、なんか誰かがワールドチャンピオンってなんかググって見にしたらコロッと態度がありますね。あ、それはね、持ってた、肩書きでね、やっぱり、それはすごいってから、それはこの、まあ、それは日本でもさ、例えば飲みに行ってもそうじゃん、あのね、今の若い子なんて僕らのこと知らないし、そうそうそう、でもさ、あの一緒にね連れて行ってくれてる人とかが、これ知ってる畠山って言ってすごかったんだよとか言ったら、これ女の子が今携帯持ってるからね、あの、あ、こういうなんかスマホ持ってるからさ、スマホですぐググるだけでさ、そうそうそう、ってそこからもうね、お持ち帰りしちゃうからって、それさすがにね、私あの若い子興味ないから、若い子興味ないんで、欲しくないとかはしないけど、あの70ぐらいの人ですけど、ちょっと考えるけど、一緒に考えますけどね、なんで考えないよ、さすがに70は、さすがに70はないですよ。いやでもそれぐらいね、日本でも海外でも扱いが全然違うな、うん、やっぱりね、すごいよ。だって俺、あ、どこだっけ、ガム島かどっか、どっかの島で撮影で行ったんだよ。そしたらすごい、あの夜中中だ、あっちこっち行ったんだ。あ、ゴールドコーストかな、オーストラリアだ。マラソン終わって、最後マラソン終わるまでそのずっとあの節制してたから、飲みてえと思ってマラソン完走して、42キロ、それで飲みに行ったんだね。ちょっとやんちゃ。え、乾燥？グアム乾燥してないでしょ。結構ジメッとしてる。グアムじゃない、グアムじゃない。オーストラリア、オーストラリア。オーストラリア乾燥してますか？それ乾燥したんだよ。いや、マラソンじゃない。マラソンの話いいや。乾燥したんだ。乾燥してないでしょ。マラソンの話だよ。それで、それあと走り切ったんで、どっか飲みに行こうって言って、あっちこっち探したんだよ。そしたら、夜中1時か2時に、15分か20分車で行ったところに、すごい、ギンキラギンのディスコみたいなとこあったんだよ。それでそのやんちゃな兄ちゃん、俺より前遠ぐらい上の兄ちゃんと二人で入ったんだよ。そしたら、あれなんだろう、外にもう暴走族の バイクがブワーなんだ、ハーレーダビッドソンがずらーって並んだもん、まあ大ダスでしょ、大ダス。海外にも暴走族いるのかとか言って、大ダスですよ、入ったんだよね。それでレストラン入ったらガラッとしてた、あれあんだけ30台ぐらい止まってんのに誰もいねえじゃんと思って、まあ、2人で奥入って飲んだら、ダーツやってる連中がいたんだよ。ちょっと人相の悪い連中が。で、向こうの暴走族っていうのは、あのみんなおじさんなんだよ。もう暴走族って日本の暴走族みたいな感じじゃないですからね。違う違う、もう向こうは40、50の。そう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 。それで、ここにも暴走族いるんだとか言って、そしたら、どん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 近寄ってきたんだよ。そしたら、すごいよ。登山ナイフみたいなの抜いてバッと来たんだよ。どん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 向かって、こっちも酔っ払ってるし、一緒に走った人もやんちゃくらいの兄ちゃんだから、渡嘉敷だんだん危なくなってきたぞって言って、みんなナイフ持ってきてんだから、登山ナイフだよ、30人ぐらいいるんだから。でこっちも酔っ払ってるし、まあ、やるとしたらやるしかねえよって言ったら、もう本当もう
2,3 メートルになった時にバッと抜いて来ようとした時に、なんと入り口からチャンピオンって言って入ってきた人間がいたんだよ。え、なんだって みんな行こうとした人間たちが、なんだチャンピオンって言って、常連さんだったんじゃない、なんだチャンピオンっていうのはって、この人は有名なボクシングのワールドチャンピオンらしいよって言って、え、You ワールドチャンピオン、もうみんなナイフ抜いたらこう落として下に大拍手だよ、アメリカだ、すごい大拍手、あ、落とさないでそれでみんながもうワインとかボンボン持ってくんだよ、今そうな時だったんだよ、そういうの、そんな話ないでしょ、そんな話持ってますよ、瞬間持ってる、そんな話持ってるでしょ、そんな話あるわけないじゃん、持ってない持ってない持ってない、なんで飲み行く、飲み行っていけないそうなるんですか、だから夢みたいな話だろ、もう今ここでお互いにバーってやりそうな時にチャンピオン、それで収まったんだから、すごいな、いやどう見てもね、作り話にしか見えない、作り話じゃない、ほんとこれあのテレビのマンソンで番組で言ってるから、それの連中も知ってるはずだよ、いや、刺そうと思ったんじゃなくて脅かそうとしたんでしょ、多分脅かして金でも取ろうとしたんじゃないですか、そうかもしんないけど、もう一瞬バーッと来た瞬間俺もバーッと立ったんだよ、チャンピオンっていきなり入ってきたんだよ、びっくりするだろ、それ入ってきてなかったらやり合ってるわけだから、すごいよな、それで一発で終わっちゃったんだから、すごいね、まあ、だから海外の世界チャンピオンっていうのはチャンピオンは、ね、半端じゃないな、はい、うん、すごいと思いますよ、一般の人がボクシングの世界チャンピオンってのはさ、300万とか500万ぐらいしかもらえないと思ってる、思われてるの、そう、びっくりした、やだね、それね、ボクシングの死活問題ですよ、ぶっちゃけ日本チャンピオン挑戦するとき20万で20万チャンピオンになるまではどんな仕事してた？